チュース。あ、皆さんこんにちは。親父です。2022年8月3日です。今日はね、また暑いですわ。車の中乗った瞬間ね、40度軽く超えていたと思います。もうね、サウナ状態以上でしたね。はい、ダッシュボードもね、今触れないぐらいね、熱くなっています。そんなね、午前じゃないや、午後2時に会社に出勤しておりますけれども、これから私、夜勤へと向かっております。はい。おー、腰が痛い。おー、腰が痛いわ。そんなところで今日もザックバランにラジオ代わりに聞いていただければいいなと思っております。今日はですね、転職にまつわるいろいろなことを話していこうかなと思っております。で、今ですね、本当真夏でね、くっそ暑いじゃないですか。なのでね、結構真夏のね、もうこんな仕事をやっちゃおられんわという感じでね、結構辞められる方もねいると思います。これ以上あったらもう体壊すなという感じでね、はい、会社を辞められる方もおると思われますけれどもね。で、まあ、私よく言いますけれどもね、真夏に運送会社へ入るもんじゃないよと。特に、まあ、どんな職種というかね、特に外回りだとかね、こういう外の仕事する人で、外でね、動くような仕事をする人、クーラーのあるようなね、とこで仕事をするんであれば、また違いますけどね、違うんですけれども、我々のようなね、ドライバーは、もうね、この炎天下の中でね、仕事をすると、やっぱ集中力も欠きますしね、もうね、暑いというだけで体力が奪われます。なので、真夏には、転職活動には、適さないよと。まあ、次に真冬ですね。真冬のクソ寒い時にはもうね、トラックの運転手なんか朝早いですからね、朝早かったり、まあ夜帰ってきたりするのでね、寒い時にて出て行ったり帰ってきたりねするのはね、寒いですよ。はい、で寒い時に帰ってきて駐車場で、まあちょこちょこっと洗車するんでもね、もうクソ寒い時にはもうやっちゃおられんなという感じですけれども、寒かろうが暑かろうはね、洗車するのはね、洗車や就業点検、始業点検はもうごく当たり前のことなので、それさえできない人はまあ、そもそも運送や運転手にはまあ向いていないかなという気しますけれどもね。はい、まあ、そんな中でね、こういう性格の人はね、運転手には向いていないなということをね、一つ二つ話そうかなと思います。まず第一に、人の言うことを聞かない人、まあ、めったにねそんな人いませんけれどもね、中にはいます。特にですね、新人というか初心者、トラック業界初めてなんだよという方はね、まあ、人の言うことをね、先輩ドライバーの言うことをね、はいはいと、あ、そうなんですねと、で聞くこと全て新しいのでね、新しいことがたくさんありますので、あ、そうなんですねとすんなり入っていけるんですよ。その点ね、初心者さんの方がまだウェルカムなのかなという気はしますけれども、まあ一方でね、自分が思っていたのと違うわと言ってすぐ挫折する初心者さんも少なくはないです。はい、もっと楽にお金稼げると思ったら結構しんどいですねと言ってこの業界を去られる方もおられます。なのでね、本当私はやる気次第でどうにでもなりますよと、
あなたの頑張り次第、やる気次第でもうやっていけるかやっていけないかと。で本当ね、初期の触りだけでね、トラックのトの字もわからないままにね、やめていく人の方がね多いです。そうでもね、いや自分は家族を養っていかんじゃいけんのじゃ、もうこの運転手で俺は家族を養っていくんだという人はね、まあ長続きするし、どんな仕事をしてもね、やっぱそういう人は何の仕事をしてもやっていきます。はい、まあそんなに甘い仕事ではないのでね、まあ確かにね甘い仕事もありますよ。トラックの仕事でね、なんだこれはと甘い仕事もありますけれども、甘い仕事もありますけれども、お給金の方もねやっぱりね、簡単な仕事ほど給料安いですよ。まあそれはね肝に銘じておいてください。はい、まあ一つとして人の言うことを聞かない人、まあもうちょっと掘り下げて見ると、行くとですね、ベテランドライバーほど人の言うことをね聞かないですね。いや自分は今までこうだったからこうなんだよと、もうね自分の思いをね曲げない、そういう人はねいかんですね。で教える人もね、なんだこいつ、そりゃ自分より年配だったら、いや自分よりは経験があるかもしれないけれども、でもこの仕事はあなた初めてなんでしょ、なんで人の言うことを聞けないのと。そしたらね、教える人もね、教える気なくしますよ。なんだこいつ、横柄な態度だし、なんかこの会社じゃ、まあ一応は自分の方が先輩で教えるんだけれども、なんか人の言うこと聞かないなと。そういう人はね、教えたくないですよ。だから知らんわと。それでもし荷物事故とか交通事故を起こしてみろと、起こせばいいのにというような気になりますね。はい、なのでね、本当自分の知ってることもね、さぞかし初めて聞いたように、ああそうなんですねといった感じでね、やられた方がいいです。でその上で自分の経験談をちょっと話してみると、いや自分もねそんな経験あるんですよ、自分も良かると思ってやってみたら失敗したとか。で逆にですね、先輩ドライバーにね、そういう場合はこうした方がいいんじゃないですかね、こうやったら荷物崩れないですよ、こういうラッシングベルトの取り方はいいですよとかね、逆に自分の経験を教えてあげると。でそこもまあさぞかしドヤ顔じゃなしに、こうやったらいいんじゃないですかねみたいな感じで、はい、あとはもう一人立ちしたら、まあね、それはそのやり方がベストなやり方なら、自分がそのベストなやり方で事故をしないようにやられたらいいんじゃないのかなと思いますけれどもね。はい、まあそういったところでね、で次にですね、運送会社を選ぶ中でいろんな運送会社ありますけれどもね、本当あなたの住んでるところにもね、いろんな運送会社あると思うんですけれども、しっかりリサーチしてください。で1年のうちで忙しい時期がねあると思うんですよ。今そうですね、今からお中元ですか、お中元シーズンですよ今ね。で夏はね忙しいんですよ、お中元で忙しいから、宅配便とかね、そういった運送屋がね忙しいです。雑貨とかもねいろいろ動くと思います。そして特に動くのが清涼飲料水ですね。
もうね、飲み物がね、この夏はね、もう清涼飲料水の会社なんかね、フル稼働ですよ。フル稼働でね、動いてるんでね、すごく忙しいと思います、夏はね。で、今度はまあ、冬というかね、秋から冬にかけて、暇になると。で、もう仕事がパッタリなくなると。そういったようなね、会社は入らない方がいいですね。年間通じて仕事がね、ある方がいいですよ。仕事がある方でね、ある方がね。ですからね、そこの運送会社がどんな仕事をしているのか、どういう荷物を扱っているのか、日頃どんな仕事をしているかといったところもね、調べる必要があります。で、自分は雑貨とか宅配、そういったようなね、小さい荷物を扱うのは嫌だなぁと思うんであれば、そういうところに行かなければいいしね。まあ普通の運送会社でね、宅配するということはね、まあほぼないんでね。まあそれは宅配会社がね、やっておりますけれども。まあそういう宅配まではいかないけれども、まあ帰りの荷物とか行きの荷物で、雑貨をね、積んだりとか、バラ積みの仕事もね、もちろんありますよ。で、いろんなケースがね、大きいケースから小さいケースからね、いろんな、箱があってね、で、ジグソーパズルのように積んでいくと。これ結構ね、慣れればそうでもないですけれどもね、これ結構しんどいんでね、考えながらやらなければいけないしね。でも今頃カゴラックにね、入っているんでね、まあそういったバラ積みも少なくなったとは聞いておりますけれども、でもやっぱりね、バラ積みはあります。なのでそういったバラ積みを扱うような会社はね、行かない方がいいんじゃないのかなと思っております。本当ね、バラ積みなんかやっちゃおられませんよ。そんな会社はね、悪いけれどもとっととやめてね、本当バラ積みはやらないというのはな、運送屋はね、もうバラ積みなんかやらせないというような世の中になってほしいですね、はい。運賃は安いわね、そんなバラ積みなんかやっちゃおられんですよ、はい。まあ、簡単にちょっと言いましたけれどもね、まあ、これから転職される人、まあ、参考になればいいなと思っております。まあ、転職されなくても日頃ね、ここの運送会社はどんな仕事をやっていると。まあ、私の地元はね、自動車メーカーがあるんでね、ほとんどの運送会社はね、その自動車メーカーの仕事をやってますね。まあ、そういったところもありますけれどもね、なので転職、ゆくゆくは転職とかね、考えてなくても、まあ常日頃から自分のところの運送会社がどんな仕事をやってるのかといったこともね、知ることも大事じゃないのかなと思っております。だいたいあそこの会社は給料はいくらだとか、どういった仕事をやっている、長距離なのか中距離なのか地場なのかと、その辺もね、まあ知っておいて損はないと思いますね。はい、そういったところで本日の動画は以上になります。この後も皆さんご安全にいってらっしゃい。バイバイ。